ここからの時間は三角山人命録をお送りしますこの時間は地域のちづくり活動をはじめ芸術文化活動サークル活動モノづくり手づくりアート作家お店会社も含めて声とトークでつづる地域活動ひとつ間それが三角山人命録ですそれでは今日の地域活動人をご紹介していきますこの三角山放送局にもたびたび登場いただいておりますプロサッカー選手の とも選手こと小野寺ともさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりでした。お久しぶりです。ええー、他の番組にね以前ご出演いただいたことあるんですが、4度目の登場ですか。4度目ですね。すねはい。ええー、登場いただいております。ありがとうございます。はい、こちらこそいつもお世話になっております。と、え、も、ー、選手、ねプロフィールで僕の方からプロサッカー選手というふうに紹介しましたが、改めてとも選手の方から。 あのご自身のプロフィールを教えていただけますかはい、はい、出身は北海道札幌市で高校までも札幌にいましたその後に福岡大学に進学したんですけどもその先にどうしてもプロになりたいという思いがありまして単身でタイという国に渡りプロシーズンを6シーズンですね行いましたそうなんです もう大学卒業だの新卒でタイに1人で渡ってサッカー選手になったとそうですね昔からの夢だったのでこれね今、こういうふうにサクッとプロフィール紹介してますけど <laughs> これねものすごい本当にこの中にはたくさんのストーリーがあるんですけどね、これはあの以前にもこの番組でもご紹介してきましたしまたねこれはあの改めて選手としての、えー、トモ選手もねあの皆さんにもご紹介したいと思うんですが。 昨年までのこの六年間にわたるタイでの活躍を経て、今シーズン今まさにこの時期日本にいらっしゃるんですよ。そう,すよね、そうなんですよ。これまではね、<laughs> そうなんですよ、ね。これまではだから昨年のねちょうどまあ今頃、はい、ええもう非常にいい戦いを <laughs> 広 <めて S 2> 悔しい思いをそうですね。して帰ってきた去年の今頃でしたね。そうなんですよ。でも今年はね、あのトモ選手は日本にいるんです。<laughs> いちゃってるんです。いるんです。 もとも選手これまで六年間はタイでまあ選手生活を送ってきた。なんで久々ですよね。こうやってそうなんですよね。夏を日本で過ごした、ましてや夏を札幌で過ごしたなんて大学時代から,から数えると十、はい、年ぐらいは過ごしてないで。これぐらいぶりの久しぶりに々の札幌の夏をはいということで過ごしました。ね、はい、そうなんです。で、まあこの二千二十年シーズン、はい、新型コロナウイルスの影響。 これはやっぱりトモ選手にとっても非常に大きなそうですね昨シーズン一応得点王になって、はい、来季はいろいろオファーも来たりとかっていうのを想像してたんですけども、はい、ちょっと帰るタイミングがなく国も閉まっちゃったり飛行機も飛ばなかったりしてそうなんですよ、ね、タイに帰れない日々を過ごしていましたね。えー 本当にね昨年は24試合13ゴール10アシスト、はい、サン部リーグに、ね、所属されていたんですけどイースト、ウエストとね、はい、2>, あの2つのリーグに分かれていてでそのイーストで得点王という<す>もうこれキャリアハイ,キャリアハイですね、アシストもキャリアハイですし。はい どっちも二桁に乗せるというこれものすすごい活躍なんですよ、ね、三角山放送局さんのサポートのおかげで、はい、いや取ってつけたような数字を、ね、いや聞いてもお分かりの通り大活躍を見せてでまた今シーズンもという最中でこの新型コロナウイルスの影響がありもトモ選手自身はだから一度帰ってきてそこからタイに戻ることができなくなってしまったと、ね、いうことですよね。はい、そんなわけで 今シーズンはもう久々という日本での生活を送っていると、まあ、日本といいますか北海道での道で生活ですね。はい、で、友選手は今シーズンどういったその活動をこのコロナ禍で行ってきたんですかそうですね僕自身も帰ってきてから体を動かせない、まあ、皆さんと同じように外に出れない時期が続いてたのは当然ですし、えー、やっぱ帰ってきて僕は子どもたちにサッカーを教える。 息が長くありまして、はい、ま子どもたちも当然体を動かす時間がないまあ、してや大人よりもきっと子どもの方がそういうのを敏感に感じてしまって、ええ、外に出れない、ね、人とも会えない体も動かせないっていう多分ストレスがどんどん溜まっていってるなって感じたのでそこで僕自身が何かできないかなって僕,、はい、僕に何ができるかなって考えた時にサッカーなら教えれる体なら動かすことを教えられるってことを と自分で考えまして、うんで、プラス外に出なくてもいい、人と会わなくてもいい、家の中で一人でも家族でもできる運動であったり、何かサッカー、ボールを使ったもので教えれないかって考えて、SNS を使って発信しし始めましたね、うん、トモ選手はあの選手として、ね、活躍している頃から、YouTube だったり、はい、あの本当 SNS も積極的に活用されていたんですけれども、まあ、ここに来て、 まあその、まあ、ツールがが生きる時が来たとそうですね,ですね僕もどっちかというとオンラインなんちゃらはあんまり信じてなかったんですよね、はいえー、なので自分でオンラインを始めるってことはなかなか抵抗はあったんですけど最初、はいはい、でもやっぱやってみたいっていうのが強くてやっぱやらなきゃわからないって思いもあり、はい、オンライン上でまずはサッカー教えてみよう,うまずは体をの使い方であったり フィットネスエクササイズをやってみようって始めたのがスタートでしたねこれがきっかけになった、ねはい。で実際にあの、まあ、このオンラインでこの後も触れますけども、まあ、プライベートでオン,ラインをつかオンラインのツールを使ったサッカースクールっていうのを今やられてるんですけど、はい、きっかけはそれのもっともっと噛み砕いた本当に体を動かしていくっていうところがベースになって、はい、そうですねスタートはそこですね一、はい、人でででもも家家族の中で、うん できるという本当に簡単に誰でもできるようなところから始めて Zoom であったりインスタのライブを使ってエクササイズ音楽に合わせてエクササイズだったり僕自身も勉強しながらヨガを開いたりっていうのをやっていくうちに画面上でサッカーも教えれるんじゃないかなっていうところにたどり着いていろいろやってみた先にそれがありました。それがあったとはい なんでね本当にあの体を動かすことってこんなにあのいいことなんだっていうのって多分今までってあまり感じたことがなかったと思うんですよ。はいすね、このコロナ禍を受けてもう外にも出ない方がいいっていうね、うん、そういう環境になった時に本当に限られた自分たちのスペースの中で、うん、どうやって動かしたらいいんだろうっておそらく皆さんも頭悩まされたと思うんですけどそこにいながらもトレーナーともトレーナーの。<laughs> さんがねね現れてそうです、ねえー、会,う会わなくてもできるで、ね、ネット上でできるっていうのがすごく、うんまあ、ある意味面白かったですよねそうですよね、はい、まあだからこの、まあ、最初はきっかけは体を動かすエクササイズから始まって、はい、でそこからまあ自身のもう最大の強みであるサッカーを今度は教えていこうと、はい、であの以前までもこちらに日本に帰ってきた時には 結構、子どもたちだったり、はい、あのサッカー教える機会っていうのもあったんですよねありましたね、走行、はい、の子たち、やっぱり一番近くにいた選手たち、ええ、子どもたちなので、うんうん、やっぱその子たちに何かしてあげたいって気持ちが強くて考える時間が長かったですね。うんうん、なので、こう、僕が始めようとか、こういうことをやりたいんだって思ったときに、はい、ある種、ちょっと怪しかったり、はい、信じれない部分もあるじゃないですか、僕がオンラインでサッカー教えますってなったときに、今までなかったことだから。はい 怪しいとかそんなのうまくいくのっていう声があるかなと思ったんですけども意外にすごく協力的でぜひ、はい、や,やってみたいっていう声が多くてなので<ー>僕がどうこうってよりも僕を信頼して入ってきてくれた方々に本当に感謝の気持ちですね<ー>あの人たちがいなかったら今の僕もないですしはい、はい、多分ここまで広がってないのかなっていうの,を思うのでもともとこの。 も選手の,そのパーソナリティの部分を知っている子どもたちがも、はい、選手のことを信じてそうです、ね、このオンラインサッカーでまた一緒に教えてくださいというふうに入ってきてくれて、はい、でそれがどんどんその輪が広がっていって、まあ、今に至るということで,、はい、でここからそのプライベートサッカースクールについて伺っていきたいんですけどかスクール名とかってあるんですか最初この ズームを使ってた時は全てオンライン、はい、人と会えなかったらオンラインで出たので「とも、はい、オンラインサッカースクール」っていうので、はい、ただ今も実際にこう少しずつ人と会えるようになってきたじゃないですかです、ね、ってなるとここで僕大事だなと思ったのがこうその状況によって変化していくこと、はい、柔軟に変化していくこと大事だなと思って会えるので会えれば会って直接指導したいなって思いもあったので、はい、まあ今一応「ともプライベートサッカースクール」 っていう形にちょっと少し変えて、はい、でも少数ワンレッスン3人から4人多くても5人ぐらいのワンレッスンで本当に基礎的な技術、はい、サッカーの止めて蹴るであったり体の使い方走り方、はい、ステップの踏み方っていうのを細かに教えるようにしていますね。なるるほどそそそもそも僕が小さい頃、はい頃ういうのを教えてくれる 場所も人もいなかったですし、<ー>実際に自分がプロになってからとか、こうレベルの高いところでやるようになった時にもっと小さい頃から基礎的な技術やったり、うんはい、体の使い方を知りたかったなって思いが、やっぱり一番強くて、うん。もう実際に選手、キャリアを送ってきた自身が感じてた。そそうでですすねねここそこが一番強いです、ね、ここをもっと 必要だっったなって思うところがむしろ今から今その小学生年代からやらないと多分遅れを取ってしまったりなるほどやっぱ選手自身が苦しむ時間が長かったりするのかなって僕が感じたので、はい、やっぱそう自分が分かってるんだったらそうさせたくないなって少しでも、ね、上のレベルであったり高いレベルでやった時に自信持てるようにするためにはやっぱ今の時期小学生年代の過ごし方であったり。うんはい トレーニングのの仕方っっててものすごく大切ななんだなって自分がやっぱ感じたのでそれを伝えたいなと思ってこういう形でスクールをスタートしましたまさにもう自身の経験をもとに開校したそうですねサッカースクールです、ね、そこ、ね、が一番強いですね、うん、で今はもうオンラインから徐々に幅を枠組みを広げて、はい、今はプライベートサッカースクールとして、はい、これ面白いなと思ったのがサッカーって11人でやるじゃないですか まあ、いわゆる団体でやる競技ですよね。これなんですけど、とも選手のこのスクールは少人数でもう人数をかなり最小限に抑えてレッスンするじゃないですか？はい、ここってや,やっぱりその子供たちに教える。その密度を重視してるんですか？めちゃめちゃ重視してますね。<ー>むしろ少ない人数の方が、はい、もう徹底的に細かいところの指導できます。し、はいはい、えっとサッカー団体競技だけど。結局。 個の勝負でもあったりする、はい、100×100 100の法則じゃないですけど、はい、いくら「個が良くても、はい、団体がダメだったら勝てないけど、はい、逆にチームワークばっか意識しても結局「こ」ができなかったら、はい、まあね勝利につながらなかったりっていうところも多分強いと思うので、はい、結局「こ」をまず伸ばしてあげないと、はい、チームに貢献できなかったり自分のやりたいことが表現できなかったりもするので。はい チームはチームで別に他のところをやってもらえばいいけど逆にこう教えるところって少ないから、はいえー、そのこうを、ね、伝えていけるといいのかなと、ね、今実際にこのスクールを利用されている子どもたちというのは実際にこうチームに所属している子たちがそうですね、多くは所属、えー、チームに所属してそれプラスアルファで来てくれている選手たちが多いですね。そうか 子っていうともう1人でドリブルしたりとか全部1人でやるってイメージがあると思うんですけどそうじゃなくてドリブル1人でシュートよりも1人自身が持てる力を発揮するための材料を作る止める蹴るとか体をうまく使うってうところの情報であったり体の使い方っていうのを伝えるための場として提供していますね。 なんであの皆さんが想像するその本当にサッカー、まあ、初心者の方が一番例えて分かりやすいと思うんですけど、はい、ボールの触り方とかそういうところですよね,すね、はい、ボールの触り方とかあと体の,その筋肉の使い方とか体重の変化とかびっくりするくらい伸びますよ、はい、このスクールーもう実績として出てますしでもなんか僕が言うといやらしく聞こえますけど、はい、<laughs> でも,<に>でも,もうその自信があるから割と強気で言えますしリフティングがね できるからじゃあ試合に、ね、つながんないじゃんっていう声もあるんですけど、はい、別にリーディングを試合中使う必要なくて、ええ、ただ、試合中に使うようなボールコントロールであったりタッチの繊細さっていうのを、ね、そういうところで磨くことによって、はい、他のところで生きてくる、はい、全部つながってるんだよってところを分かってくれるとより選手も自信持ってできますしつながっていくのかなと思います、ね。なるほど でまた、この今、利用されている子どもたちの年齢でいうと、学年でいうとどれぐらいになるんですか小学,生小学6年生から、下は幼稚園児、はい、年中さんまで最近は入ってきてくれてて、幼稚園児の子も最近多いですね、ね年年中は、えー、じゃあもう本当にサッカーボールを触り始める、だからサッカーキャリアをのスタートのぐらいの。 そうですね。ですねただ幼稚園児であったり、1年生ぐらいの子には、あまり技術的だっていうよりも、はい、もうサッカー、もうボールっていうツールを使って、楽しみましょう、体を動かしましょう、で、その先にサッカーって面白いんだね、はい、体使うって面白いんだねって思ってくれるようなメニューを提供はしていますね。まずは定着に向けるそううですすね体ををを動かこことと頭使 が面白いって思ってもらえると別にその先にね別に他のスポーツに行ったとしても僕はそこはいいと思ってて、はい、でもこの時期からそういうことをやっていくとその先につながるよっていうスタンスでやってはいるのでああなるほどいやだからもう自身のこれまでのキャリアをもう全部トータルして欲しいなって思うところを提供する僕が小さい頃に 行きたいいなって思,思います多分そこまで細かく教えてくれる人ってなかなかいないんで、うんえー、いいチームいい監督はいるけど多分チームを全体は見なきゃいけないから個人1人をそこまで見る時間って多分そこまで避けないと思うんですよね、はい、なのでそういうのとは別に、うん、細かいところを伝えてくれる人がいるときっとそう上効果になるというか、はい、なので選手の取り合いよりもうまく周りでね利用しながら。はい 伸びて選手が伸びてくれるのが一番だから、うん、そこを一番に考えてますね。というね、もう昨年まではもう選手としてもプレイヤーの友選手の一面を見てきましたが、<laughs> 今年はね、まあ、こういう状況もあって、<laughs> ま,また新たな友選手の、ね、形、今だから、コーチですね友コーチですね。 子どもたちと、すみません、これ、油断になっちゃうんですけど子どもたちを話すことが多いから、はいはい、子どもたちに、友コーチはって話をするじゃないですか。はい、普通に喋っているとも、友コーチって言いそうになって、<laughs> 一年生が友コーチになん <laughs> なり言っちゃうことがあって、めっちゃ恥ずかしいですもんね。<laughs> もう、すっかりだから、もう、コーチに染まってるんですね。<laughs> <laughs> 気をつけなきゃいけないんですけど。いや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 、<laughs> だからもうね、今年このコロナ禍において、新たに、この一つ顔が増えたということになりますのでんで、もコーチとしての。 なのでさっきの話は最初にこうね入ってきてくれた子たちご家族のおかげで本当にそこからいろんな人を紹介していただいたり口コミでいろいろね私もやりたい僕もやりたいって言って入ってきてくれてる方々が多いのでなのでそういう面ではやっぱ一番最初に話に戻りますけどやってよかったなって思いこともたたくさんあったので そのおかげでホームページも自分で作って、はい、ホームページなんて、ね、作ったこともなかったですけど、はい、やってみたら案外僕でも作れるんだなって思ったりとかやるからには本格的にやりたいなって思ったので、はい、そういう面では本当にそういう感謝の気持ちとかまあ多分これは現役の時から言ってたと思うんですけど、はい、原点のあの時の気持ちを忘れちゃいけないなとはこう今半年ぐらい経つんですけど作る、はい、立ち上げてから。はい 忘れちゃいけないないいいとすすごく思いますねいやー立場環境は変わってもこのベースはもう小野寺智広として変わらずにそうですねもうそれ忘れたらもう僕 <laughs> 存在価値ないかなというかややっぱそうねその気持ちを忘れたら何やっても多分信頼信用されないのかなと思うのでうんなんでねこれからだから新たにこの友コーチとしての活躍も応援をしていくということになりますけど友、はい、コーチあの そのプライベートサッカースクールについて、はい、あのぜひリーの皆さんにご紹介してくださいあの話さい話せてもらったように本当に個人のスキルアップであったり体の使い方動かし方プラスサッカーの技術面を少数制で教えてるスクールとなります、うんはい、でワンレッスンも非常に安くあの提供しているので他にはないぐらい安く。 ししてましてまっていうのもまず一つは通いやすいっていうことあとは他のスクールあ他のチームでも行ってると思うのであまりこっちにお金をかけれないっていうのはあると思うので安く提供してるんですけどプラスでも子どもの伸び率であったり成長度っていうのは自信を持って言えるのでそこは信頼して入ってきてほしいなって思うのと、はいまあ、あとは本当に一回やってみてうん、うん、その先続ける続けないはもう。 ご家族で相談してもらったらいいので、はい、まあさっきの僕のやってみるじゃないけど、はい、一旦やってみて、その後判断、もうそれだけですね、一旦やってみて、入っておいでと、なるほどその先はもう、本人がやりたいなら、もう喜んで、入ってきてほしいですし、はい、まあ会わないなら会わないでしょうがないかなと思うんですけど、一番は本当に子供が成長してくれるのが僕は一番なので、はい、成長してくれたら僕のところ利用してもらってもいいですし、僕以外のところで成長できないと僕は全然そっちを応援したいと思うので。はい そここだけはぶれてないいですねこういったもうトモ選手の,その自身の思いがそのままスクールに反映されておりますトモプライベートサッカースクールという名前で、はい、現在は活動されております,ますホームページもありますし、はい、インスタグラムでもいろいろ発信してますし。 ななんならねスポンサーとかついてくれればもう喜んで <laughs> 今だから、もう友選手、個人でやられてるんですもん、ねはい、なので、もう同じ子どもの夢を応援したいであったり、子どもたちに何かをっていう熱い社長さんがもし聞いていらっしゃったら、その理念に共感していただける方々にもね、ねぜひ。送っている子どもたちの夢を一緒に応援したいなと、ね、思います。はい、ね 小学生プラスね幼稚園児であって、はい、幼稚園にも今結構行ってたりもするので、えー、そこでも、ねはい、またコミュニティが広がったりするので、うん、全然小学生のより下、はい、でも一緒に楽しめる場であったりを提供できる自信があるのでの、ね、ぜひ、うん、皆さんまたこれから何か新しいことを始めたいなっていうねそう考えてる子どもたちにもまだそのだから一つ きっかけになると思いいいと思います入口ですよ、ね、その先はなん、ねはい、何通りと道はあると思うんですけど、うん、動かすきっかけであったり場所をなんとなく行ってみようかなこのコーチ面白そうだしとかっていうので入ってきてもらって、うん、その先にサッカーなのかね他のスポーツなのか全く違うことなのかでもいいと思うんですけどうん、うん、入り口としても全然利用してもらえたら、ねはい、いいのかなと思いますね。いい いやーすごくまたこう新しい顔を見れましたでは最後にですねラジオを今聴いてくださっているリスナーの皆さんへ向けてメッセージ伝えたいことあればお願いします伊ーの皆さんお久しぶりです選手と,として話させてもらったことも多かったんですけど今回ともコーチとして話させてもらったんですけどもおそらく聞いてくれてる方々みんな結局友だなっていう多分思いが強いと思いますので これから先サッカー選手の友であってもコーチの友であってもなんもない友であっても僕の信念は変わらないと思うので今後とも温かく見守ってくれたらいいなと思いますまたいつになるかわかんないですけど、はい、この放送局にも遊びに来たいなと思うので、はい、また呼んでくださいわかりましたイ <laughs> スターの皆さんもいつもありがとうございますメッセージお待ちしておりますありがとうございます今日はプロサッカー選手そして現在は コーチとしても活躍している友もこと小野寺ともひろさんにお越しいただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、とっても楽しかったです。ありがとうございます。次回の三角山人名録もどうぞお楽しみに。<music> サディカップもです、えー。今日なんですけども久しぶりに。 ラジオの収録に来ております、えー、半年前に始めたプライベートサッカースクールともプライベートサッカースクールについてまいろいろ話してくれっていう依頼が来ましてちょっといろいろ熱い思いとかも伝えていきたいと思いますはい入っていきます久しぶりの三角山ラジオでございます失礼します お邪魔します。ごめんね時間。マジやばいじゃん。どうするの取れんの？取ります。今すぐ。あ遅れること伝えたいんで、なるほどごめんね。今日もお願いします。これオフショットで出すから。流れとしてはこういうこれあうん根気を振り返っていらないんじゃないいらないですか？根気だって振り返ようねもまあね。うん。 今期っていうか,いかこのコロナウでの今期でいいんじゃないのどっちみち本題に直結するんでそうだねじゃあ帰ってきて帰れなくなった時に俺が伝えたかったのはその子供、うん、たまあ自分も何もできないしまし、あ、ては大人以上にきっと子供もストレス溜まってると思うからみたいなこですよ、ね、そこで俺が何かできないかなと思った時に、うん、サッカーは教えられるとうん、うん、体を動かすことは伝えられる、うん、でプラス 人に会えないんだったらじゃあ家の中で家族であったり兄弟一人でもできる何かエクササイズとか技術を伝えたいなと思って始めたのがまあ形的にトモオンラインサッカースクールだけど、うん、その前にもインスタライブとかツールを使って SNS SN を使ってやりましたと。はい、まあななんんでで今回のメインはここなんで そこまでは割とこう流れでトムくんの方からちょっとこう振り返ってもらってでまあ今年こんな状況になってトムくん自身もこれまでの選手生活とはがらっと変わった環境に置かれる状況だったと思うんですけどどういった活動してきたんですかみたいなところで振るんでそしたらこの,まあこのコロナ禍でのまあサッカーの関わり方について話入っていくみたいな。 流れすいませんで今回ね番組枠もかなり狭い枠なんで、うん、割とこうテンポよく進めていくような感じ僕はプライベートサッカースクールについてを、うん、一番濃くしてこれの。今だから こコロナの数の思い思いから始めてで結局このサッカーにつながったよで今後もうちょっと広げていきたかったりっていうこの流れだけまず伝えれれば本的にはベストだからこの辺のプロフィールとかこの辺をさっともうもういや多分うちのリスナーはとくんのほうが一度は聞いてるあそうなんですはいきますかこんな流れで OKOKOK 全然全然では 9分後あとねあと20分一応ね10分まであの遅れるって伝えてあるんであ,あそうなんだ <laughs>、はい、あ、うちらのあれはそのこれのさあ取撮るのは別にいいのかいつでも今撮ろうって言ってここで撮ろうと思ったら撮れるってことねうん、うん、撮ったのを明日流すでそう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 そもそう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  はいじゃあ今日は久しぶりに三角山放送局にはい遊びに来させてもらいました。またちょっと対談動画撮ろうか。そうですね。お互いもう出会ってから多分年言うとね、四歳ぐらい年重ねてる。多分ね。相当合ってると思う。とも君いくつになったんですか。俺二十九だ。わお。僕今日二十七歳になりました。三十？そうです。マジおめでとう。ありがとうございます。これからも今度ご飯行こうね。あよろしくお願いします。はいありがとうございます。バイバイ。